これで買い出しは全部かな。もうコーヒーショップのおじさん話が長いんだから、ずいぶん遅くなっちゃった。あれ、ビビじゃん、今日も元気そうだね。今日も可愛いね。よしよし、こう今日ずいぶんトラックが多いな。ビビ、ひかれたりしないように気をつけてね。いい子いい子。それじゃあ私そろそろ帰らなくちゃ。またね。この室外機の上にいないとなると、あとは、はあ、本当にどこ行っちゃったんだろう。今日はタイガさんとの練習の日だけど、待ち合わせの時間よりだいぶ早く着いちゃったな。時間まで公園で声出しでも。あ、そうだ、前タイガさんとやったみたいにビビットストリートを見て回るのもいいかも。どうして歌を歌うのに街を見る必要があるのか、理由はまだよくわからないけど、でもなんとなくこの街の人のことが分かって楽しいんだよね。ビビー、あれ、あそこにいるのってアンちゃん。アンちゃん、小羽根、今日は練習じゃないから。おじさんと練習する日？うん、待ち合わせまではもうちょっと時間があるんだけど、あんちゃんは何してるの？あー、猫を探してたんだ。猫？うん、ビビっていう野良猫で、小羽も見たことあるんじゃないかな。グレーでしましまの猫なんだけど。あ、言われてみれば何回かそういう猫を見かけたような気がするな。でしょ？でも最近姿が見えなくてさ、野良猫だからどっかに行っちゃったのかもしれないけど、最近この辺新しい店ができたりしてトラックが多かったから、怪我とかしてないかなって心配で探してたんだよね。そうだったんだ、見つかるといいね。うん、ここのみんなも可愛がってたから、ビビがいないとちょっと寂しそうだしね。あ、そういえば前お店にも猫がいたけど、ここの人たちって猫が好きなの？うん、中でもビビは音楽がわかる猫だから特に可愛がられてるんだよ。え、音楽がわかるってどういうこと？猫って騒音とかあんまり好きじゃないから、私たちが通りで歌ってたりすると大体どこかに行っちゃうんだけど、ビビは上手い人が歌ってるとピタッと立ち止まって聞いてくれるんだ。気に入らないとそのままスルーッとどっか行っちゃうんだけどね。だからみんなビビに聞いてもらえるように頑張るの。そうするうちにどんどん上手くなってくってわけ。そんなわけでこの辺りの若手を一人前にしてくれる音楽がわかる猫って言われるようになったんだよ。そうなんだ、すごいね。本当に聞いてるのかどうかはわかんないけど、本当だったらちょっと面白いよね。とか話してたらもうこんな時間か。店の手伝いあるからもう帰らなくっちゃな。そっか、私も似てる猫を見つけたらすぐに連絡するね。ありがとう、小羽根。あ、ねえ、おじさんとの練習まで時間あるならうちに寄っていかない？新しい CD 買ったから聞いてほしいなって思って。本当？じゃあお邪魔しようかな。 OK、 それじゃあ店まで行こっか。
だいまー。小羽、今 CD 撮ってくるから。あれ、誰かカウンターで泣いてる？女の人かな。どうしたんだろう。おう、あ、帰ってきたか。戻ってきて早々だが、できたらあっちの話し相手になってやってくれないか。話を聞いたら相当参ってるみたいでな。え、話し相手ってどういう？びっくりした。ん？あれ、もしかして川崎さん？え、あんちゃんの知り合いなの？うん、フリーのカメラマンやってる人なんだ。私がちっちゃい頃、七五三の写真とか撮ってくれたんだよ。川崎さん。やっぱり川崎さんだ。どうかしたんですか？なんだか随分困ってるみたいだけど。写真のコンテストですか？へえ、いいですね、結婚式。私も前に少し手伝ったことがあるんですけど、あの優しくてあったかい雰囲気、とっても好きです。幸せな心のつながりですか？確かに。みんなで幸せを願う場所だって思うと、とっても素敵ですよね。父さん？そんなことあるんですか？それでカウンターに突っ伏してたんだ。昔からうまくいかないことがあるとよく来てたもんね。何か力になれたらいいんだけど、川崎さんには小さい頃からお世話になってるし、遥を紹介するとか。あ、でもあさってはみのりちゃんと遊びに行くって言ってたしな。写真映えして存在感もあって、生命力が溢れててキラキラ輝いてる。それって、ん？どうしたの？二人とも急にこっちじっと見て。あ、あんちゃんだったら川崎さんのイメージするモデルさんにぴったりなんじゃないかなって思って。え？ちょっと川崎さん落ち着いて。私モデルなんてやったことないですし、っていうかドレスも着たことないですし。そう言われても、あ、ほら、花嫁さんって言ったら大人っぽくて落ち着いてて、そういう雰囲気が大事じゃないですか。私はそういう感じじゃないですし、それにモデルの経験だってないし。
そういえば川崎さん、昔私の七五三を撮ってくれた時も言ってたな。ミュージシャンが最高のライブを目指すみたいに、自分も最高の一枚を目指してるって。私がラッドウィーケンドを超えたいって思ってるみたいに、川崎さんも。まあそういうことなら協力しようかな。ちゃんとやれるかはわからないけど、私やってみます。あんちゃんが結婚式のモデルさんに。じゃあ花嫁姿のあんちゃんが見られるんだね。あ。